a p ックとは Google によって開発された Android 専用ソフトウェアパッケージのファイルフォーマットである。Android パッケージとも JAR ファイルをベースとした ZIP 形式でアーカイブファイルの一種である。a p ックファイルは Ubuntu や d e b i a n などのオペレーティングシステムで使われる Dev ファイルや Windows のインストーラーで使われる MSI ファイルと特徴が似ている。 アプックファイルを作成するには、Android 用に作成したプログラムをコンパイルして、そのすべてを一つのパッケージに統合させる。内部には仮想マシン用の実行可能ファイル、デジタル証明書、マニフェストファイルなどが格納されている。C 言語などによるネイティブコードを利用するアプリケーションの場合、プロセッサーアーキテクチャごとの共有ライブラリーも含まれる。その他のファイル形式と同様に、拡張子を アップックにしなければいけない点を除き、名前を自由につけることができる。アップックファイルは、PC にソフトウェアをインストールする操作と同じように、決まった手順で、Android 端末にインストールできる。Google Play やキャリアのアプリストアといった正式な、ハンプ元からインストールすることをはじめとして、他にも、非公式のウェブサイトからダウンロードするか、PC から、 アデブコマンドラインツールを用いて USB 経由で転送するなどして端末に直接インストールする方法もある。ただし非公式のアプックはアプリストアの審査を受けていないことからアプリストアで配布されているものと比較してマルウェアなどの危険なアプリである可能性が高く利用はユーザーの自己責任となる。セキュリティ上の理由から Android 規定の設定では 非公式のアップックを直接インストールすることはできない。非公式のアップックを直接インストールするには、Android 4 X7 X までの場合、事前に設定、セキュリティ、提供元不明のアプリのトグルスイッチを ON にしてインストールを許可するように設定すればよいが、システム全体のセキュリティレベルが低下した状態になるので注意が必要である。 Android 8.0以降は、アプックのダウンロードおよびインストールに使用するアプリごとにインストールの許可を設定するようになり、また表示される項目名が不明なアプリのインストールに変更された。ホーム画面からアプリアイコン長押し、アプリ情報、不明なアプリのインストール、または設定、アプリ、アプリ情報、不明なアプリのインストールにおいて、この提供元のアプリを許可の トグルスイッチを ON にする。アップク、ファイル内部の基本設計は、以下の通りである。シグネチャーバージョン、1.0。クリエイテッドバイ、1.0。シャイチダイジェスト、マニフェスト、ワックスコーニ 20UA5-059J8 ー、クジムダブリツグワイイイコール。ネーム、レス、レイアウト、エクスチェンジコンポーネントバックボトム、XML。シャイチ、ダイジェスト、 イークジムジェス 7ZK。ネーム、レス、ダローブル、ハドッピー、アイコン、PNG。シャイチ、ダイジェスト、ジャコルプ 8W0N04、ZZBX3MW0 ワグカイコール。Google プレイではユーザーによってダウンロードされる各、アプックファイルのサイズ上限が 100MB までと、定められている。100MB を超えるデータを配布する場合、 アップック拡張ファイルを利用する方法がある。アップック拡張ファイルは任意のフォーマットを利用できるが暗号化に対応したオペークバイナリーブロブと呼ばれる独自フォーマットに変換するツールジョブも用意されている。拡張ファイルの分類はメインとパッチに分かれており、ファイル名は特定の命名規則に従う必要がある。各拡張ファイルのサイズ上限は 2GB である。通例。 アップックには複数の画面解像度と密度複数の CPU アーキテクチャといったデバイス構成に合わせた複数のファイルをすべて含めて1パッケージとするがこれはアプリパッケージが肥大化しユーザーがダウンロードしなければならないファイルサイズが増大する要因となる Google プレイでは個々のデバイス構成に合わせて別々のアップックファイルを用意し ユーザーのダウンロードサイズを削減しつつ、一つの製品として管理するための仕組みとして、マルティプルアップックがサポートされている。ただしマルティプルアップックでは個別にパッケージ作成と署名が必要となり手間がかかるため、代替として口述する Android App Bundle の利用が推奨されている。ユーザーがダウンロードする必要のあるアップックファイルのサイズを削減するために、 新しいアップロードフォーマットとして、Android App バンドルが考案された。プレイコンソールでアブをアップロードすると、Google Play がユーザーの実行環境に合わせて最適な a p p o k ファイルを生成する。アブを使用して公開されているアプリの場合、a p p o k ファイルのダウンロードサイズ上限は 150MB となる。なお、Android App バンドルは a p p o k 拡張ファイルをサポートしない。 2021年の下半期には、アップバンドルの使用が必須となり、アプック拡張ファイルのサポートが終了する予定となっている。大容量アセットの配信には、代替として、プレイアセットデリバリーを使用することが推奨されている。ありがとうございます。